皆さんこんにちは、アンリーシュのゆうかです。今日はですね、Zoom という無料遠隔アプリについてご紹介したいと思います。アンリーシュででもですね、よくこう会議をするときに皆さん住んでる地域がバラバラなので、こういったオンラインで会議をすることが多々あります。その時にこの Zoom という、無料会議の、遠隔会議ツールを使用します。で、今私がつないでるこの画面自体が Zoom なんですけれども、この右下のように、最大200人まで参加することができて、こうやってこうオンラインで画面を通してお話をしたりだとか、こう資料のやり取りっていうのができます。はい。で、こう遠隔ツール初めての方もいると思うので、特徴を3つ挙げてみました。で、1つは全国どこからでも参加が可能ということ。ネット環境さえあれば、全国どこにいても同じようにこうやって顔を見ながらお話しすることができます。で、2つ目が個人情報の入力が不要ということです。基本的に Zoom は最初にインストールするときにメールアドレスを入れるぐらいで、この参加するときもニックネームで参加ができますし、基本的にこう個人情報を入力する必要がないっていうのがすごくいいところかなと思います。で、三つ目なんですけれども、こう顔の公開非公開とか、音声のオフオンっていうの、音声のオンオフが自由にできるっていうところもいいところです。で、今私これ Zoom の画面で、カメラをオンにしているんですね。これカメラをオフにすると、簡単にもう顔出しなくても良くなります。で、同じように音声もミュートっていうボタンをこうクリック一つで音を消すことができます。なのでね、こう例えばこう、ちょっとこう、人が訪ねてきたから、ちょっとこう、音をオフにして、対応するとか。周りがガヤガヤうるさいので、ちょっとこう音を一回切るとか、そういったことが簡単にできるっていう良さがあります。はい。で、チャットっていうテキストでもこうやり取りができるので、私が結構よくやるのは、なんかこう、病気の方とかでこう、気管切開とかね、ちょっとこう声が出にくいような、方とかに対しては、とこうズームをするときはテキストでやり取りをしたりとか、あとこう議事録的な感じでテキストにこうメモを残したりとか、そういうふうなことをやっています。こうやって参加方法がこう自由に選べるのがいいところです。はい、ですごく便利で、ダウンロードも簡単なので、皆さんにはぜひ使いこなしてほしいなと思うんですけれども、基本的に参加者の皆さんにご用意いただくものは、Zoom のアプリを事前にダウンロードしてもらうこと。で、これ基本、でも、してな、Zoom のアプリダウンロードしてなくても、参加の時に、自動で、こう、インストールしてなければインストール画面に飛ぶので、インストールしてなくても大丈夫です。であとは、そのネット環境と、PC だったり、スマホだったり、タブレットがあれば、簡単に、使うことができます。はい。では実際にですね、携帯画面から Zoom を使ってみようと思います。で、私はもう Zoom のアプリ入れちゃってるんですけれども、初めて入れる方は Apple Store から、ごめんなさい、違うのやってた。Zoom と打ってもらって、一番上にこの Zoom Cloud Meeting って出るので、これをダウンロードしてください。で、ダウンロードすると、このカメラアイコン、一番左のカメラアイコンが出てくるので、これが開ければ、インストール完了です。で、ここで自分でこうミーティングを簡単に設定できたりもするんですけど、今日はミーティングに呼ばれて参加する場合の方法を教えます。で、基本的にこのミーティングに参加してくださいっていうお知らせは、ミーティングの URL が送られてくる形になります。で、こんな風に、ホストの方から、あなたが、アンリーシュさんがあなたをミーティングに招待していますというふうにメールが来て、こう、案内が来るような形です。で、もうすごく簡単で、ここのミーティングに参加するっていうURL があるんですけれども、もう基本的にここをタップすれば、自動的にミーティングに参加できるようになります。はい。
で、今ちょっと私がミーティングを開いて、でここで、インターネットを使用した通話っていうのをすると、この携帯の画面での通話になります。はい、でこれ今私のパソコンの画面と1対1でつながっていて、これでもうログイン完了です。で他の参加者の方が来ると、たくさんここにこう画面が、顔が、これ今私の携帯画面ですね、これ自分の画面で、これが相手の画面なんですけど、ここにこうたくさん顔が出てくるような感じになります。はい、これだけです。でまあなんかこう細かい、なんだろう、それこそこうテキスト、なんだろう、こうテクニックみたいなのはあるんですけど、まあ、それはまた別の動画でお伝えして、今日はあのログインまでをお伝えできればと思います。はい、じゃあまた。